こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日はトマトと豚こま切れ肉を使ってヘルシーで豪華なメインディッシュを作ります。焼いたトマトをソースのように絡めて食べるとさっぱりして美味しいですよ。最後までぜひご覧ください。トマトは 1.5 センチの厚さの輪切りを2枚作ります。ニンニクはみじん切りにします。豚肉はまとめて1センチ間隔で細く切ります。向きを変えてさらにざく切りにします。少し手間がかかりますが、ぜひ細切れ肉を使ってください。焼くと弾力が出てムチッとした食感とジューシーな味わいはひき肉では出せません。ボウルに豚肉、ニンニク、塩コショウ、小麦粉を入れてよく混ぜます。2等分に分けてボール状に丸めます。厚さが均等になるように平たく伸ばします。焼くと一回り縮みますので大きめに伸ばしておいてください。フライパンにオリーブオイルを入れて中火にかけます。油が温まったら豚肉を入れて上から押し付けるように流します。空いているところにトマトを入れます。焼き色がついたら裏返してもう片面も焼きます。表面がこんがり焼けたら蓋をして火を止めてそのまま1分置きます。
トマトの残りを1センチ角に切って器に並べます。最後の余熱でお肉の中まで火が通ります。ふんわり焼けたお肉を乗せて、とろとろのトマトを乗せます。バジルの葉で彩りを添えます。焼いたトマトはとっても柔らかくとろけるようになっていますので、崩すとソースのように絡みます。味付けは塩コショウだけですが、トマトと豚肉の旨味がバランスよくさっぱりしていてとっても美味しいです。とても簡単に作れますので、ぜひお試しくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。